じゃあ文献紹介ってことで、長編量子シフト問題としての語義曖昧性解消の領域適用という論文を吉田が発表さ、あ、あの説明させていただきます。概要です。まあ、語義曖昧性解消、まあ、WSD の領域適用が、長編量子シフトの問題とみなせるってことをこの論文は示していて、でその長編量子シフトの解放の一つである、まあ、確率密度比を重みとしたパラメータ学習による WSD の領域適用の解決を、まあ、試みたっていうものになります。で提案手法は、まあベースラインとなる、この多分ダウメの手法とその同等以上の正解率を、まあ、出したと。 で、でこれは混合調子なし領域適用へ の応用が期待されると。で こちらについても論文が、まあ、すでに出てますので、気になる人は参考にしてください。で初めにです、まあ、語義曖昧性解消っていうのは、まあ、文内 その X の、多義語 W が、まあ、持っている語義 C っていうのがあったとして、まあ、それが一体 どれっぽいのか、あるいはそれ曖昧になっているものを、まあ推定するというものになります。で領域適用問題とは、まあ、コーパスがあったとして、それソース領域っていうまず元のものがあって、そこから学習された分類を、まあ、別のコーパスでも使えないかっていう、まあ、ある意味転移学習みたいなものなんですけども、まあ、それの問題としては、まあ、精度よく解析することが、まあ、できない、まあ、うまくいかないってことが、まあ、あります。でベースラインこのダウメの手法としましては、組成空間拡張法っていうもので、まあ、ある意味事件を拡張して、もっと有効的な重み付けをして、その後、まあ、いろいろ SVM などを用いて識別とか、まあ、語義曖昧性を解消する、まあ、何かしらの学習を、まあ、を行うということになります。でこの組成空間法っていうのをざっくり説明すると、まあ、僕まだしっかり理解しないんですけど、まあ、あるそのソース領域の訓練データのベクトル X があったとして、これを、まあ、X ベクトルをこう2つ並べて、その次0ベクトル並べたものを新たなベクトルを考えます。でその後ターゲット領域の訓練データのベクトルを、まあ、XT としますと、それを、まあ、この0から並べて XTXT と並べると。でそうすることで、まあ、多分なんですけど、この共通の真ん中の部分、この共通 の空間が存在することによって、共通する特徴を、まあ、重み付けされやすくなるというものになっています。でまあ、そういった、まあ、ベースラインがあるのに対して、提案書はこの組成空間拡張法 をなされた、まあ、拡張されたデータを用いて、これを、まあ長編量シフトの問題として考えると。でこの長編量シフトの問題とは何なのかっていうと、まあ、主にこの上の2つの式のことを指していて、まあ、ある、まあ、単語ないしそういうのがあったとして、まあ、それの語義っていうのがまずその2つのコーパスで、まあ、大体同じであるという、確率分布が同じであるっていうのを仮定します。っていうのはそのいわゆる転移学習に用いる時の総コーパスは それほどそんな、思いっきり偏ったドメインにこう転移させるわけじゃなくて、大体似たようなものに対するってことを、まあ、念頭にして、まあ、語義は大体、まあ、単語が決まればまあ同じであろうという。ただそのじゃあ単語がどういう感じで、確率分布としてその出てくるのかっていうのは、それはまた全く異なっていると、まあ、これが長編量シフト問題のが、まあ、こういう式で表せます。で、まあ、この2式が言わんとすることは何かっていうと、まあ、この、まあ、この最後の式が、まあ、成り立つっていうことですね。まあ、こういうことにも言い換えができます。で、まあ、この式を用いて、じゃあ、細かい式の導出は、ちょっと追っていくと大変なので、一番最初の方だけ説明しますと、まあ、ある損失関数って言いますか、まあ、目的関数を用意して、まあ、これが今一番上のように定義します。でそうするとこの、まあ、PS の確率を無理やり持ってきて表示して、でそれのその、そうするとその PS 分の PT っていうのが結局さっき示した確率密度比とあるとして出てくると。でこの後 BS を KK 分布と仮定しますと、まあ、N 分の1と学習あじゃあ訓練データに対して、その訓練データの個数だけこの N 分の1が出てくるというものになります。はい。でまあ、これをいろいろ今度、こちゃこちゃ計算して、最大エントロピー法とか適用すると、まあ、こんな感じになります。まあ、要するに、
まあ、この対数誘導関数目的関数なんですけど、これが、まあ、ソースの対数誘導に対して、まあ、重み付けをしてあったものと、あとはテストターゲットで領域のものを足したものになっていて、で、まあ、P っていうのは最大エントロピー法なんですけど、まあ、こういう感じになっていて、まあ、Z は正規化定数で、まあ、F っていうのは、まあ、後で出てくる組成関数、まあ、後で出てくるっていうか、まあ、その説明したいんですけど、まあ、組成、まあ、どういう品種あるとか、そういうのに対して、で、まあ、返す値が変わってくるものになってます。まあ、ラムダが、まあ、パラメータということになってきます。で、じゃあ、そのさっき ARD を求めるその PSPP を、まあ、がまあ分かんないと ARD が分かんないわけですけども、まあ、これ実際にそのまま求めようとするのは、まあ、ちょっと難しい話で、まあ、今回は内部ベイズモデルというもので、まあ、置いてみようというもので、まあ、これはその X の組成リスト、まあ、品種とかですね、そういったものを、まあ、こうリストを作っておいて、その PX というものはその品種ごとの、まあ、まあ、積で、まあ、因子分解が可能と仮定して、まあ、このように置いて、で PARD は、まあ、マップ推定ですね。これ、まあ、この ARD っていうのは、まあ、S と T とその、まあ、それに当てはまるっていうか、まあ、ARD は S と T を置く機械でもらっていいわけなんですけど、でこの最終的にその F の確率分布っていうのは、まあ、マップ推定ですね、まあ、でこのように非常にそう個数分の個数 であとその自然分布の異常というかデータの追加性要素、まあ、が、まあ、ついている項となっています。で、まあ、じゃあ実験しましょうということで、BCCWJ コーパス の, 書籍と Yahoo 知恵袋と、まあ、新聞という、まあ、異なった領域に対してそういう領域適用ができるかということを行います。でその5ギタコンがついたデータというのはこのセムイバル2の、まあ、日本語 WSD のタスクに、まあ、一番ありますのでそれを用いると。で今回対象とする単語はある程度頻度の多い、まあ、多義語16単語を、まあ、対象としていると。でさっき言った組成というのは、まあ、8種類ほど、まあ、用いたということになります。で、まあ、一応、まあ、参考までに対象単語は、まあ、このようなものになっています。で評価の手法なんですけど、まあ、先こっち見せるかな、まあ、いくつかの手法を試していて、でこの T っていうものを、多少その、まあ、訓練する際に一部を含める、まあ、具体的には重効果なんですけど含めるってことがあります。でそれはまあどのようにやるかというと、まあ、ランダムに選ぶわけなんですけど、でその時正解率をまあどのように求めるかというと、まあ、ある単語っていうか、まあ、単語ですね、まあ、I について、まあ、正解率を出して、でそれを、数回、まあ、5回ですかね、ランダムですか、そういう何回かやって、出して、でそれの平均を取って、今度は、単語ごとにの平均を最終的に出してやるとこういう感じで、まあ、正答率というものを算出します。で、これが、結果です。で S-only っていうのはそのソース の領域のものを用いだけを用いても、で T-only っていうのは、そのターゲット領域の15個の、訓練データだけを用いたもので、 S-T はその両方を組み合わせたもので、ダウンメの手法は、まあ、ダウンメの手法で、このこれ長域シフトの長変量シフトのやつですけど、これは組成空間組成拡張空間法を使わないでやったもん。で提案書はそれも使って、その上で長域変量シフトを用いたものとなっています。でこの辺を見ますと、まあ、提案手法がまあいくつか の領域適用で、まあ有意なものを示しておいて、で特に平均では、まあ提案手法が有力であると。であとは、一応この右になるにつれて、まあ、一応いい手法になっているはずなんですけれども、平均を見ますと、ダメの手法が、コンボシフトよりも、まあ、やや高くなっていると。でこれについて、筆者らの考察はこの負の定義っていうものを考えています。でこれは多分なんか、まあ、僕は主に科学者みたいなものなんですけども、ソース領域とターゲット領域間の距離が離れすぎる。で多分この距離っていうのが多分その確率分布の多分ケールダイバーチェスではないかもしれないけど、まあ、そういった距離何かしら指標が、まあ、離れすぎると結局そのソース領域の知識が膨大に
使って訓練しすぎると、まあ、分度器の精度が結局結果として悪化しちゃう。これを負の定義と呼んでいて、で、まあ、これがそれぞれ単語ごとに、まあ、分かるので、あ、いいのか、あ、単語っていうか用例ですね、ごとに分かるので、で見ますと、負の定義がない場合では、あ、まあ、まあ、ないとありでは、まあ、もちろんない方が、まあ、全体的に、まあ、あ、全部じゃない、全部ではないけども、まあ、優位な傾向を示していて、で、まあ、提案手法では、まあ、やはり、まあ、ない場合は、まあ、一番高いということになっています。で、まあ、ありの場合だと、やはり全体的にこう下がってしまって、特に、ダウンメとそのコンボシフトを比べてみますと、この負の点がある場合では、そのダウンメの方が高くなっている。で、まあ、やっぱり負の点がなしとありの数を見るとありの方が多いので、やはりその負の点にの影響によってこのダウンメのがの方が、まあ、良くなっているというか、まあ、コンバシフトが、まあ、要するにその負の点がある場合ではあまり精度がよろしくなかった、だからこのような結果になっているのではないかという考察でした。ではまとめです。本研究では組成空間拡張法により拡張されたデータに対して超変量シフトの解放を行うことによって WSD の領域適用への、まあ、解決が図られることを示しました。で BCCWJ コーパスの3つの領域における、まあ、16単語を対象に実験を行って、でダウンメの手法と同等以上の正当率を出した。で、まあ、今後は調子なし領域の適用も応用していきたいということでした。じゃあ以上で終了します。